ばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、そんなもののお疲れ様です。こんばんは。こんばんは。ちょっと、あれ、私、携帯どこやった？あれ？みむさん、携帯どこやった？どっか置いたまま？前か。ちょっとだけ配信しまーす。あれ？なんか私さっきここにさ、物を置いて落としたっていうことは記憶あるんだけどさ。え、携帯落とした？いや、携帯落とした音ではなかった。まあ、諦めよう。うん。ちょっとね、頭痛が。あ、そう、とんでもねえ夢を見た。チャットに送ったやつですね。そう。頭痛い。薬飲んどくか。ちょっと後で後悔するよりは。あ、こいつか。ん？こいつか？違くね？こいつじゃないの？私何をど、ああ、これか。見つけました。落としたもの。ちょっと後悔するよりも前に。携帯はあった。それはこれ。通訳飲んでおきます。マジで温めたい。本当はね、こう痛み止めに頼ると、まあ耐性がつくとかそういうのもあったりするので。あんまり良くはないんですけど、そんなことも言ってられない。でもなんか今日に関してはここにたまるタイプの頭痛で、ズキズキじゃなくてここに来るタイプだから、低気圧とはちょっと違うかもしれない。まあまあまあ、いや、そう、夢の話する？もうさ、本当に、もうびっくりしちゃった。もうね、本当にただただひどい夢だ。そう、ただただひどい夢を見た。そう、ちょっと時系列ぐちゃぐちゃだけど、そう、メンバーと喧嘩して、喧嘩って言ってもなんか、夢の話なんで、全然そんな普段そういうことしないんですけど、なんか、なんか、しかも喧嘩も、こんにゃろうとかじゃなくて、なんか空気悪くなる系の喧嘩の仕方をして、そうで、しかもそれが一人とそうとかじゃなくて、多方面にそれぞれそうみたいな、なんか そう、なんか空気悪くねみたいな なんかまずそっから始まるんですよ。いろいろ、まず細かい話していくといっぱいそういうのがいっぱいあるんですけど、
なんか夢の話ですると、でこれはね、なんか逆にリアルなんですけど、まあ、なんかなんだっけな、番組の収録見学、番組収録の見学に行けますってなって、でで番組の収録でよろしくお願いしますって言って、でじゃあ収録見学ここでしててくださいねっつって、何時何分からですよってなるんですけど、でそれでじゃあ何時何分ですってなった時に、まあ いろんなメンバーがいたんだけど、なんかみんなこう何着くのがギリギリでみたいな、そうみんなその場所に着くのがギリギリでみたいな、でそのもう少し早く行動しましょうねみたいな話にしたなった時に、なんか大多数のメンバーが返事をしなかったの、その時に、あこれ夢の話なんで何度も言いますけど、そう大多数のメンバーが返事をしなくて、でそれに対してもなんかもっとみんなちゃんと返事しようねって言ってみたいな、そうでなんか それでまず一悶着あって、そうでそう、まあ、それ以外にもなんかあったようなないようなちょっと記憶が、うん、でもなんかそうなんか重くねみたいな、そうでそれで何だっけな、でなんか私はなんだその後に車に乗って、でメンバーが誰かが運転してたんですけど、誰だ誰が運転してたんだ、そう誰かが運転してて、で運転手が一回いなくなったんですよ、一回ちょっとこうそこ路上に止めて道端に止めてみたいな、そうであっ待って、でも左ハンドルだなそれあれ私の夢の中の記憶だと私後列の左側に座ってた気がしたんですけど、てでその後火山が噴火するんです、そうそう全然話違うよ、もうさっきねあれ見学してたのではってなると思うんだけど、まあ、まあ夢なんでちょっともうその辺置いてください、火山が噴火するんです、もうねこの世の終わりだと思いました、そうでうわーっつって、でなんかそのマグマみたいなのが車の天井にフェってなって、やばいっつって車溶けるってなって、このままここに置いとくの危険だっつって、私は後列からシュッつってシュッつって左ハンドルの車に座って、私運転免許も持ってないのにやばいと思って近くのなんか、うん、駐車場みたいななんかね屋根があるところに、あと他にねメンバーいるんですよ、あと多分 2,3 人いたんだけど、そうとりあえずそうとりあえずその車を走らせて駐車場に避難するじゃん、で他のメンバーもゾロゾロと集まってくるわけ、やばいやばいみたいな、でみんなで集合して、あどうしようどうしようみたいな、でそれでその時急に私がゲームだということを理解するんですね、まあ完全に三村ひなとしてのそのメンバーのシーンとかも完全に三村ひなとして喋ってたので、私自身が明晰夢ではなかったんですけど、ちゃんと三村ひな視点だったんですけど、ゲームの状態になって、いわゆるメニューボタンを押したらベンっつってメニュー出てくるみたいな、でメニューのミッションの欄に、なんだろう、何等方向から何とかみたいな書かれてるんです、何かが、え別にこれ今起こってない出来事だよなみたいな、でミッションの情報先出しでネタバレされて、えどういうことってあたふたしてたら、ゾンビみたい何かにその襲われるっていう大軍が後ろの方から大軍来たぞっつって、あそうだ思い出した、そのゲームのミッションのところが
どこどこの方向のドアから逃げるって書いてあったんですよ。でも今は別に一番安全なのって屋根があるここだからなんでってなるんですけど、逆方向の私たちから見た時のこっち側からあのそういうゾンビがドン、ゾンビみたいなものね、ゾンビではないの、ゾンビみたいなものの大群がドンってきて、でそのでそのミッションに書かれてたいわゆる対逆のドア、逃げる用のドアのそうとこにはぁっつってドンドンつってガーンつって、で先に出たはいいんだけど、ここの動きが遅いだ、これゲームの話ね、違うな、夢で見た、夢で私がやってたゲーム、まあメンバーいっぱいいるんですけどの話なんですけど、そのここのドア開けるのが遅いと後ろの人の波に飲まれるみたいで、だからここの行動をいかに早くするかがあのゲームクリアの、このミッションクリアの鍵だったんですけど、どうやら少し遅かったっぽくて、でその一個外の道出るんだけど、もうだから火山噴火したからね、もうちょっとなんか治安はねもうやばいので、も一個ずつなんかわーっと逃げるんだけど、なんかちょくちょくこうなんかこうなんか後ろ嫌だなっていう感じの出来事がわーって起きて、でそのメンバーがそれぞれ私はこっちから何々を取ってくるとか言って、でそれでなんかに巻き込まれたりとか、うん、もう悲しいですよね。でそれでなんか最終的にその大群に完全に逃げ切ることなくビン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 つってゲームオーバーするっていう、これがまず1回ね、これがまず私が見た1個の夢の一つね、うんあ、そうゲームオーバーしたんですよ結局。えその次あとね2種類ぐらいあったんですけど、そう同時に 3部作で見たんですけど、もう一つはもう一つは学校で空吹きしてて、私がちょっと夢の話って書いておこう、これなんかメンバーも出てくるからさ全部フィクションですっていう話。そう空吹き、そう空吹きしてて、でなんかその年になんかその年に誰かが卒業、学校を卒業するみたいな、でその卒業をお祝いするっつって OG 含めてなんか集合するみたいなタイミングがあって、 OG かなで学校っすよ、別に NGT じゃないんですけど学校なんでって話なんですけど、まあそれ置いといてください。えそしたらなんかそのその少し前に何かのタイミングで集まった面々が集まったんだけど、なんかその中でなんか連絡が来てねえっていう、あれなんで連絡来てないんだ、この会があるっていう、そのお祝いの集まり、別に何もしてないですよ、写真撮っただけなんですけど、そう会があるっつうのに呼ばれてねえっていう状態になって、えなんでなんでっていう一ギスギス、またそこで一ギスギスがあるんですよ、さっきのあの返事しねえの話とはまた別の一ギスギスがあって、まあその話はそれで終わりなんですけど後味もない。それでそのなんかでっかいバンみたいな、なんかねハイエースではなくてもうちょっとこうなんか黒の大きいバンみたいな、なんか3人ずつ乗れる、こう運転席助手席があって3人乗れて後ろにも3人乗れるぐらいみたいな、もうなんならもう一個ぐらいあるぐらいの大きいバンに何人かメンバーが乗ってるんですけど、その車内の空気が悪くなるっていう終わり方をしたんですよそれが多分もしかしたら1つ目かもしれない、さっきの2つ目のゾンビの話よりも前かもしれないな、見たの。そう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 、あでしかもそのゾンビの話あるじゃないですか、そのメンバーのその返事しねえで喧嘩する話の一個前に、多分それゾンビの話と地続きなんですけど、あとなんかどっかでライブがあるっつって、でそのライブになんかうちから何か出るか、なんかそれかなんかワンデーかツーデーかで
メンバーは先にワンデーで出てて、ツーデーになんかツーデーに、これ夢の話なんですけど、アドさんが出るってなって、アドさんに挨拶したいって、私はその現場に行くんですよ。でその現場にマネージャーさんとかもいて、挨拶できるかなってなるんですけど、そのなんかワンデーかツーデー、ツーデーズか分かんないけど、その企画してるのが歌唱力のそのチームの皆様でこれ夢の話なんですけど、そうで、なんかバンドさんとかもあの歌唱力の皆さんで、そうプロデューサーさんとかスタッフさんとかもその辺のメンツがいて、あの辺にお願いすれば会えるかなみたいな、そうっていう話があって、結局多分あった、ちょっとその辺よく分かってないんですけど、なんであったんだっけ。でもね、なんかそのすれ違って、あ、私なんとかですって、でもしかも私がその言った名前三浦ひのじゃなかったの、なんか全く別のユーザーネームみたいなこと言って、で相手も分かるみたいな、そうっていう、どういう夢の設定、事前設定っていう。で別に私が普段なんかこう何、普段別にどこかで使ってる名前でもなくえそうで、あ知ってますよで会話が終わって、でなんか先に行かなきゃいけなくて、でそれでどうこうしてるうちに火山が噴火するっていうっていうのが私が見た夢の2つ目ね。1個目はあの車の中ギスギスエピソードで、違う、そんな悲しいエピソードじゃないけど、それがオチで、2つ目はゲームオーバーエピソードで、3つ目がまたあるんですよ。3つ目は多分ゾンビの話から地続きなんですけど、私がコナン君になってましてコナン君になってたのかな、わかんないんだけど、なんかコナンなのかな、コナンではないかもしれないんだけど、少年探偵団がいて、少年探偵団がパーティーチームみたいになってて、あのあれなんていうの、テレンって言った、あのいわゆる RPG みたいな、で、あもしかしたらハイバライだったのかもしれないんだけど、そのなんだっけ、そうゾンビ、火山ゾンビと地続きか分かんないけど、なんかさ RPG でさ、よくさボス部屋に閉じ込められて、でっけえボスドーンって出てきて、ガオーっつって戦うみたいなさ、よくあるじゃないですか。まあその今のままゼルダとかさ、マリオみたいなさ、なんかそういうのよくあるじゃないですか。それにその江戸川コナンたちパーティーチームで挑んでて、でそれでコナンはなんかもうめっちゃ空をねピョン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 飛ぶんですけど、もしかしたら壁をあのスケボーで駆け巡ってたのかわかんないんだけど、なんかそれでなんか爆弾モンスターみたいな、爆弾をパンパンパン飛ばすみたいな、ちょっとビジュアル全然覚えてないんですけど、その飛ばす的なやつのやつのモンスターに対して、そうで何人か仲間やられたりして、でそれでわーってなって、結局なんか敗走するのかな、わかんないんだけど、それなんか倒した、あそれね、あのねあれなんですよ、なんかあそう思い出した、あのねセーブしててセーブしてるんです、その爆弾魔のその爆弾魔っていうと人みたいですけど、爆弾モンスターの攻撃を避けてどっかから逃げるっていうのがルートなんですけど、その避けて、これまたゲーム性ですよ、避けて、でまず避けるのが難しいんだけど、避けてその後もう一バトルあってもう一回逃げるみたいな、でその避けた後に一回セーブ挟んでたんです私、夢の中でね。でそれで避けて一回バトル破れて、もう一回その避けて終わった後からまたバトルやって、でもう一回避け終わった後からまたバトルやってみたいな、で何度目かの挑戦、だから何個同じバトルを繰り返して何度目かの挑戦でそれが終わったんです、その下りが。爆弾魔からは逃げて、で逃げたんだけど、でも逃げた先で本当記憶ないんだけど、サッカーなのかな、なんかその11人目のストライカーみたいな世界観だったんですけど、なんかその
あのね、これ夢だから本当に脈絡がないんですけど、なんかファイ、なんか最後に灰原がピアノを弾くみたいな、やばいみたいな、何がやばいのか何も分かんないよ、私も口言ってて意味分かんないけど、それだとどなんか良くないみたいな状態になりまして、まあだからどうしたって話なんですけど、いや意味分かんないじゃないですか、でも夢って意味分かんないもんなんで。そうで、最終的にどうなったかっていうと、そのちょっと今じゃあ、爆弾魔の猛攻を抜けて逃げましたって言って、でなんかそのなんか採点でどうかこうからでどうたらこうたらでつって、最終的に灰原哀がなんか大量殺戮をしてペイメイメイメイってまたあのゲームオーバーが出るっていう、ちょっと意味わかんないんですけど、私はそういう夢を見たんですよ。愛ちゃんを救えなかった夢を見たんですね。でもう一回最初から最初からっていうか、もう一回ってなると、あの一番最初に覚えてますか、あの難しい爆弾魔の猛攻をしのいでバトルして、その後また逃げるっていう、あの何度も繰り返した流れがあるじゃないですか。でその猛攻をしのぐのところで一旦セーブしてて、そのセーブからじゃなくて、その猛攻の前から、いわゆるだから全体バトルの前からまたやらなきゃいけなくなって絶望するっていう、私の私のオチはそこでした。ゲームのオチはっていう夢を見ました。あ、ね、今回この3部作でお届けしました、私の夢、私の本日の夢は。もう疲れたね、どんな夢だよっていう、うん、まあでもやっぱさすがに一番覚えてるのはそのね、そうすごいよね、ちょっと火山が噴火して車で逃げて、でもだからどこに左側に右があってみたいな、そうっていう夢を見ました。うーん、だから頭痛いんだよきっとだから頭痛い、そうそうそうっていう感じでした。はいいやそう夢の内容ね忘れがちなんだけど、さすがにねちょっと印象深すぎて覚えてたしメモしたし、なんならうん、そうギスギスしてんなやそんなことでっていう、あ夢の話なんですけど、おもろかったな、そうおもろかったな、アドさんのくだりもめっちゃ面白いしね、なんでやっていう、そうそうそう、はいでした。ということで、ということでした、誕生日見ますね、3部作でお届けされても困るんだよな、13位むつきさん、12位マスルさん、11位ひのひのさん、10位ひさきさん、9位突破球さん、8位陽一くんさん、7位しんいちさん、6位たむひろさん、5位えいだろうさん、4位しんごさん、3位ひょりげたさん、2位埼玉高校屋さん、1位よったさん、ありがとう。ということで、本日は終わりです。皆さんじゃあ良い夜をお過ごしください。それでは皆さんお疲れ様でした。また明日。おやすみ村。バイバーイ。どうしよう。また寝て次なんかもう一回同じところからやり直しになった。突然のゲームだからな。そうだって別に車操作したところまではゲームじゃなかったんだよ。急になんかどこどこの方向に逃げろって書かれてた、どこどこのドアから逃げろって書かれたミッションが出てきて、はあどういうこと、これどういう意味だと思うって、そのどういう意味だと思うって聞くのも変な話やん。だって私のメニュー画面の話をなんでさそのゲームの中の私がさ誰かに聞くことができるのって話でさ、そしたらドーンつってキャーつってわーって、うん、ありがとうございました。バイバーイ。